ナトーベルトをつけた腕時計の例。横から見たところ。金具や二重のベルトが特徴ナトーベルトは、もともと英国国防省が戦時用に開発した腕時計用のベルト。ナイロンでできており、金属が利用者の肌に触れるのを防ぎ、安定した付け心地を提供する。耐久性のあるベルトは湿気が肌に浸透するのを防ぎ、 腕時計のバネ棒の一つが外れた場合でも時計を手首に固定し落下するのを防ぐ。また時計ケースのバネ棒をスライドさせて適切なノッチにスライドさせ折り返して余分なストラップを固定するとともにベルトのメイン部分からはみ出さないようにするようにして装着するワンピース形式のベルトである。1973年英国国防省は軍用調達品のカタログに 腕時計用ストラップという名前の新しいアイテムを追加。これらの腕時計のベルトは、色がアドミラルティグレー、幅が 20mm に分類され、クロムメッキの新中性のバックルが装備されていた。ベルトは2枚のナイロン生地で構成されており、手首を包む長い部分と時計ケースの後ろでループして、ケースがベルトの上下に動かないようにする短い部分となっている。これらの もっと、ウォッチベルトは、発注するために記入する必要があった G10 フォームに関連し、最終的に G10 ストラップと呼ばれた。NATO の指定は、ストラップに割り当てられた13桁の在庫、NATO ストック番号を参照して行われた。それ以来、G10NATO ストラップは、世界中の時計ファンの間で人気を博すようになった。NATO ベルトが一般的に人気を博したのは、 映画007シリーズの主人公であるジェームズ・ボンドが着用する時計においてアクセサリーをつけた際に強度を高める目的で使用されたことに起因する。映画で使用されているナトーベルトの人気に続き、オメガでは時計コレクションでベルトの限定版をリリースするなどし定番となった。ナトーベルトは比較的安価であることが知られている。ほとんどのベルトは ナイロンとステンレスコーの留め具でできており、時計本体を通して利用する。掃除が簡単であり、日常的に利用することができる。また、様々な時計のデザインやサイズに対応するために、ナトーベルトについても様々なサイズ、長さ、デザインがラインナップされ、利用できる。なお、深海ダイバーや、ウォータースポーツでも使用されている。ありがとうございます。